はい、皆さんこんばんは。これ今近江鉄道の高大社前駅にいるんですけれども、これからの近江八幡の方へね向かうんですけれども、ここからね2駅で終点のね列車が出ているということでね、これから乗っていきます。2駅、高宮駅なんですけれどもね、たったの2駅しかないですね。この高大社前の次がスクリーンとかいう駅でね、はい、それねちょっと乗っていきたいと思います。またねちょっと適当な動画なんですけれどもね、よろしくお願いします。で、ここにはあの高大社っていうのがねあるんですけれども、これめっちゃでっかい鳥居ありますよね。なんかこれ初めて見たんですけど、めちゃくちゃでかいですよこれ。で、こっち側にもねなんか謎のなんかよくわかんないこんなんがあるんですよね。ベンチがあって、でも高大社前駅ってね結構立派な駅なんですけど、まさかのね無人駅なんですよね。はい、それではね早速駅の中入っていきたいと思います。早速ね高大社前駅のホームにやってきたんですけれども、この列車ですね、近江鉄道は元西武の車両が使われてるんですよね。西武鉄道グループの元にあるということなんでね、はい、西武の中古の車両が使われてます。で、今回使ってる切符なんですけれども、琵琶湖京阪フリー切符っていうねめちゃくちゃお得な切符使ってるんですよ。これ1050円で近江鉄道、信楽高原鉄道全線が乗り放題の切符ということでね、はい、今回はこの切符で乗ってるってことになります。多賀大社前駅ね、こんな風に立派な、ね、東端式のホームなんですよね。隣にもホームがあるんですよ。なんで結構ね大きいホームなんですけれども、やっぱりね無人駅なんですよね。で、あの駅構内にあの窓口あったんですよね。もう閉まってたんですけれども、なんで昔は多分ねあの有人駅あったと思うんですよね。今はなぜか分かんないですけど無人駅になってます。やっぱりこうやって見たらかなり立派な駅ですよね。こんな感じで2つね東端式のホームがあるということで、はい、こんな感じです。多分ね駅の改札以外にもここにも、これ多分なんか臨時の改札かなんかだと思うんですよ。そしたらねこの高宮行きの列車早速乗っていきたいと思います。一応ワンマン列車なんでね、この運賃箱があります。2駅しかないということでめちゃくちゃ少ないですよね。次がスクリーンということで、
宮行きで降車のお客様、運賃乗車券を払う運賃箱でお入れになり、一番前の扉よりお出ください。さあ。というわけで高宮駅に到着しましたね。はい、もうたったの2駅だけということでめちゃくちゃ短かったですが、はい、こんな感じで動画終わりたいと思います。ありがとうございました。